マスミ、行くぜ。サシズするな。チェンジソール、セット。レッツゴーオン。レイ、オーケーじゃ、スタートアウト。スーツアクターの その今井さん、うん、まあ、高岩さんも入ったこと。そう、高岩さんはオープニング映像のところのブラックだけ確か入ってくださってた気がする。ああ、なるほど。じゃあちょっと今井さんとか高岩さんとのエピソードがもしあれば。まあ、今井さんとはの、まあ、僕らってそのアクションちょっと手前ぐらいまでやるわけじゃないですか、はいはいはい、やるとりあえずやられるところまで担当みたいな、はい、でアクションの入り口みたいなところは今井さんにすごいこう構えてみよう、こういうポーズ取ってみよう、うんうん、でもあれできてたじゃないですか、うん、受け身のポーンって回転のやつ。あ、トンボ返りみたいな。そう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 、まあ、もともと運動神経良かったのと、あ、なるほどね。あと当時芝居は分かんないけど、うん、なんかじゃあヒーローを目指すって言ってやれるもんなんだって言った時に、うん、機械体操やったの。ああ、そうなんだ。そう、なんかまあ稽古と体操、受験体操じゃないですけど、はいはいはい、まあ、稽古体操部で、まあ、多少動けるようにっていうことはやったんで、だからなんかオーディションでバック中やったりとかした。すごいな、ここも似てる、はい、俺ヒーローになるために俺動けた方がいいかなと思って、そうそう、ね、それをやりました。体育館に通ったのと、あとそこにスーツアクターの人いないかなと思って行っていました。みたいな。今井さんに教えられたって意味ではなんか構えとかポーズとか、うん、そのアクションの YouTube とか、うん、まあまあなんか教えてもらってきた。なるほど、はい。なんか少年を叩き直された部分とかあるんですか。多分ずっと直されてたんですけど直んなかった。そう、だから本当に後半まではずっとスパルタって言い方がないけど、うん、ここがさ出来上が悪すぎだから。出来の悪いやつとスパルタ教育の現場みたいなやつだからもういっぱいいっぱいある。なるほどね。後半の方になってきてだんだんなんかこう、あ、現場でこうやって立ち振る舞ったらいいんだなとか、うん、今井さんとはこういう風にお付き合いしてたらいいんだな、うん、あ、松浦さんにはこういう風にしてたらいいんだなとか、うん、だんだん上がってきて少し現場が楽しくなってくるのがまあ後半。マジで。だから不器用なんですよ多分安川君は。そういったクソ不器用だと思う。ね、めちゃめちゃ不器用ですよね。今でこそそれこそなんか大人な部分が結構見える部分ありますけど、当時はマジで子供っぽいところがたくさんあったんですね。じゃあね、じゃあ劇レンジャー VS のエピソード。劇レンジャーのメンバーが、うん、僕テニスの王様が一緒だったメンバーですね。あ、そっか、テニプリ。そう、うわ、めっちゃエリートコースじゃないですか。僕は映画で不動峰のイブシンジっていうのをやって、はい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 、でミュージカルでは比嘉中平子まりっていう役をやって。そんなやってるんですか。戦隊ものをやる前にテニスの王子様の映画でですね、うん、はいはいはい、高2ぐらい、うん、で、うわ、これは鼻伸びるわ。伸びるでしょ、うん、高2でテニスの王子様の映画出ました。でしかもイブシンジで主人公のライバル役で出てる、うんうん、で戦隊ものがのオーディションを受けている、うんうん、でミュージカルの方もお願いしますねって言われたんだけど、戦隊ものが先に決まっちゃったんで戦隊行きました。うわー、で戦隊ものが終わった年ぜひって言われてて、戦隊ものが終わってから手に入る、うん、ミュージカルの方。すごいっすねっていう。割とエリートコース通ってますね。まあ、まあこれはね、なんかテニスの王様側の話になっちゃうかもしれないですけど、はいはい、当時だからテレビ的にはまだ戦隊ものから来る子たちがいなかった時代ですよ、うんうん、僕が、テレビシリーズやってからテニスの王様の方に行って、でだんだんなんかそれが同じように戦隊の人が出てきた、うん、ライダーの人が出てきたっていうのが、まあ、この激レンバーサスのエピソード。そうだからメンバー的には、うん、リオ役の荒木くんと、はい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 、それからレッドの鈴木くん、うん、まあ、2人テニスの王様とか先に一緒だったメンバーだったんで、確かに。そうそうそう、だからなんか、あ、久しぶりみたいな。ああ、なるほどね。っていう。はい、まあ、あんまりね、先に知ってたんだ、じゃあもうそしたら。そうそうそう。本編でね、あのこの激レンバーサスの、あの本編での、あのコミュニケーションではあんまないんですけど、うんうんうん、なんかまあ、気の知ってるというか。なるほどね。じゃあもう普通に共演するときとかも結構やりやすかったというか。そうね。ね、だって激レンバーサス、しかも先輩ですもんね。そう。ね、全戦隊大全集で好きな回。好きな戦隊。
ヒーローを目指したのは、はい、隠れ忍者。おー、そうなんだ。うん、忍者ブラックでケイン・コスギさんを初めてヒーローと役者をちゃんと認識したっていうか、なれるもんだっていうか、うんうん、目指せるもんだって言ったらですけど、うん、で認識したのがまあ隠れ忍者で、うん、そっからなんかいつかヒーローになるみたいなのが芽生え、うん、でそれ何歳だったの隠れ忍者が。いつ30年前です。あ、じゃあ6歳。うわー、早いですね、割とね。あ、すごいすごい。ねえ、しかも同じ色で。ああ、確かに。ねえ、ヒーローになれて。確かに。うおー。ブラック見て、ね、ブラックの偉いかと思ったんだろうね、多分ね。うん、ちょっと待って、確かにって今まで気づかなかった。あんまり、そう、あんまり意識してなかったけど、確かにブラック見て、ブラックになりたいって、ブラックになってんだからすげえなと思った。マジで。今思ったら、これすごいことですからね、皆さん、これ。ブラックに憧れてブラックになった人ですからね、さっき考えた。確かに。はい、であと、じゃあもし自分がトレジャーハンターになったらどんなプレシャスをゲットしたいか、これご自由に。まあ何でもいいですか。でもねー、まあ自分の親しくしてる人たちの笑顔かな。うお、それが最高のプレシャス。それは思う。うわ、ちょっと待って、これ一番いい答えじゃないですかこれ。なんかでも本当にそう思いますよ。うお、僕はあんまりこう表だって言ってってないんで、あの初めて知る人も多分いると思うんですけど、うんうんうん、あの一応バツイチで、そうなの？そう、バツイチで、うんうん、だから子供2人いるんですよ。マジ？そう、早き冒険者だな、マジで、はい、早いな、2人もう小学生とかなんですけど、子供もそうだし、まあ、離婚してるんで、まあ、元奥さんと、うんうん、奥さんもそうだし、あと子供の周りの人たちとかファミリー、うん、で地域の人とかが安心して暮らせてにこやかで楽しそうで、うん、でうちがスタジオやってるのもあるんで、うん、たまにこう子供たちがなんかちょっとパパのスタジオでバーベキューやりたいとかつってやってあげたりとかするんですね。で僕はもう20人前とかに料理作ったりとかするんですけど、すごい、それ参加した。ぜひぜひ。で、あのなんかそういう場をやるとやっぱりね、あの子供の友達とか、うん、ママ友とか、うん、地域の人たちとかのなんかこうにこやかな、あ、これってこの景色って何物にも変えがたいというか、あ、うんうん、大切にしていきたいものっていう感じですね。なるほどね、はいはい。うちもね、まあ、黒話じゃないですけど、はいはい、両親が死ぬのが結構早かったりとか。あ、そうなんですか。で、ね、僕が16の時には母親がもうがんだったし、で、まあ、だから基本的に病院にいたので、うんうん、まあ、飯は自分で作る、うん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 、で、まあ、弟の分も作るとかやってたし、で、あと親父が俺が23とか25ぐらいの時に山で遭難してこう亡くなっちゃってるみたいな。マジっすか。で、まあ、当時まだ弟がそんなに社会に出てるわけじゃなかったんで、うんうん、まあ、どうにかしなきゃみたいな、うん、まあね、夏希かばってきてきたじゃないですけど、うん、なんかまあそういうことを俺もやってきたので、じゃあ当時はやっぱこう自分が生きるのとか、やっぱ、うんうん、あと弟もどうにかしなきゃみたいなのに必死だった、うんうん、でもあれですね、ちょっと俺と似てるタイプで全然そう見えないですね。そうね。知らなかった。多分画面の向こうの皆さんは知ってるんですか、こういうこと。いや、どうですかね。まあなんかその親父の相談の方はちょっとまあ、うん、朝のニュースとか、うん、あと、まあ、なんかこう、まあ、当時こう安香さんのお父さんを探しそうって言ってくれた、まあ、ファンの人たちが、まあ、募金活動とか言ってくれたんですね。で、まあ、いろんなところで勝手にそれが発生しちゃうと問題になって、なんか、うんうん、本当に届いたんだろうかとか、うん、なるし、じゃあもうこっちでまとめますって言って、うんうん、創作募金やってくれたんですけど、うんうん、当時ね、その2チャンネルとかで、うん、募金詐欺じゃないのかみたいな、あ、なるほどね、みたいなことがニュースになっちゃう。うわー、マジで。で、元特撮ヒーロー斎藤康が募金騒動みたいな、ちょっと良くないニュースがわーって出ちゃって。最悪だ。25ぐらいの時に、うん、一旦本当に1年先まで決まったスケジュール全部なくなったんですよ。全部白紙、全部白紙。マジ？嫌がら、不買だったり、嫌がらせの電話とか行っちゃったりとかしちゃって、うん、出演、ごめんなさい、ちょっとこれ無理だわ。なんか、メールもいっぱい来ちゃうし、電話も来ちゃうしみたいななっちゃって、出演全部降板してる。マジ？そういうのがある。その辺を境に
当時写真はもうすでにやってたので、うん、であの舞台のパンフレットの写真撮ってもらえませんかとか、なんか現場のスチールやってもらえませんか、うん、って言って、だんだんそっちが、まあ、そっちで生かされたみたいな感じ。そういう感じだったんだ。えちなみにその創作募金で、うん、その得たその要は募金のあれで見つかることはできたんですか、お父さんは。見つかりましたえで、まあ結局、まあ、入った山が割とあの誰でも創作に入れるような場所でもないし、うんうん、結構まあ上級者向けの探しはしたんですけど結局見つからず、結局、はい、えじゃあ最後対面せず、まあ、ある日、まあ、骨が見つかるんです。頭蓋骨が見つかるんです山で。ある日山で頭蓋骨が見つかって、うん、いわゆる仮装してないから、うん、遺体なの、扱いは、うんうんうん、で警察に呼ばれて、お父さんと思われるご遺体が見つかったので、うんうん、あのご確認しに来ていただけますかって言って新潟まで行って、うん、こちらお父様では間違いありませんかって聞くんですけど、白い骨や、うん、いや分かるわけないやんみたいな。一応まあ僕の中ではあの亡くなった、これが親父ならまあ亡くなったんだろうなみたいな。うわうわえなこれ、うん、なるほど。ちなみに何年後ぐらいですか。半年後ぐらい。ああなるほど。だから結局頭とかは腐敗進むともう獣が持っていっちゃうらしくて、で全く別のタイミングでウエストポーチとかが見つかったりで、ね、免許証とか、うんうんうん、あと当日山で撮ってたカメラとか。ああそれ見たんですか、そのカメラ。見ました見ました。弟と一緒になんかこれさ、もしさなんか最後のコメントとか入ってたらどうするとかって言いながら一緒に、まあでもなんか迷ってるっていうよりは普通に山を楽しんでる写真だけ。うわーマジか、そのご主人様。おーそうなんだ。いやまさかこんな話がね出てくるとは全く思いませんじゃあその、まあ、マスミ的にまあやっぱいろんなシーンがあったと思うんですけれども、この敵めっちゃ強かったなとかありました。最強の敵というか。そう最強の敵、うん、今井さん岩井さん、最強の敵は今井さん。敵は味方におった。最強の敵は今井さん。さん敵じゃない、昨日の敵は今日の友みたいな。でも一緒に作ってくださった、うんまあ、ライバルっていうか、うん、ブラックを素敵に作るのは今井さんだし、はいはいはい、俺は俺でマスミを素敵に作るのできないから、そうですね、勝負のしどこっていうか、うんうん、はなんかここだった気がする。いやこれ面白いっすね。例えば僕で言ったら福沢さんなんですよね、うん、そのスーツアクターっていうのは。で僕のイメージとしてはやっぱ同じ役をやっていく上で二人三脚だし一心同体、だから僕からするとフュージョンなんですよ、もう完全に。あそうそう、フュージョン、フュージョン。安川君のところに関しては要は好敵手、ライバルであり友であり要は同じものを作っていくっていう、だからちょっと捉え方が違うの面白いっすねこれね。確かにね、俺は今井さんがなんかかっこよく見えると、うん、しょって思う。あ、なるほどね。でもいい上がっていき方もありますね、こっちやったらね。まあ確かに上がっていき方はまた人それぞれありますからね。いやでも面白かった、この最後の一番強い敵はガジャとかでも竜王音とかでもなくね、そして刃でもなく今井さんっていう、はい、20周年新作の思いなどあれば。20周年ね、新作ね、はい、これはあるよ、いっぱいあるよ。やりたい、やりたいですか、まず。まずやりたい、はい、やりたいは大きなものに見えてるのでなかなか、でしかも俺が動かなきゃいけないと思ってるんですよ、なんとなく使命感的に。はいはいはい、はい、逆に今でも関係はあるんですか、皆さんどうなんですか。あ、ね、まみちゃんと風の静かね、そう、山崎まみちゃんと、はいはいはい、三上くん、はいはい、は20周年に向けてちょっと会話をした。あ、そうなんですね。ちょびっとだけね、ちょびっと会話したんだけど、三上雅史がなんかアマゾン行くとか、アマゾン行く、なんどこだっけ、どっか行くとか言ってたよ。あ、それあれですよねアマゾンっていうのはアマゾンプライムとかそういうことじゃなくて、リアルにアマゾンですよね。なんか園芸の旅でどっか行くとかするから、お、行くの大丈夫かなみたいな完全食虫植物じゃないそうそうそうやろうねぐらいの会話は。そうなんですか。でもどうなんですか、みつくんとかもやっぱりね、こう巻き込んで、うん、そうね、ね、行ったりとか、それこそ出会いさんとかも、うん、でその辺はなんか、まあ、もう少し簡易的に連絡が取れるなら取ろうとは思ってて、うん、取ってないです、はい、あ、LINE 繋がってないですね。じゃあでもあの当時 LINE ない、18年前だよ。ないわ、ない。
でもちょっとそこら辺も楽しみにして、みんなもおそらく冒険者多分そろそろそわそわしてる頃なんで絶対に、そう思うよ、ね、そわそわはしててほしい、ね、まあ、冒険者もでもめちゃめちゃ人気作品なので多分ね、みんなそこら辺も期待しながらちょっとね楽しみにしていただけたらなというふうに思います、はい、ということでですね、今日の、ゲストはですね伊能真澄役のですね斉藤優作くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スタートアップ、スタート。今回の動画は山ちゃんの提供でお送りいたしました。ご支援いただきありがとうございます。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。